縦球中アズナは、変形動物門球中綱に属する、小さな分類群であり、約80種を含む。単成野光、単性球中アズナと呼ばれることもあるが、単成綱とは異なる。球中綱には、本アコ光と二世アズナが含まれる。学名はギリシャ語、シグマパイアスピス、縦、ガンマアルファシグマタウローガスター、腹に由来する。大きさは1ミリメートルから、 数センチメートル。淡水、海水中に生息し、軟体動物、脊椎動物に寄生する。経済的に重要な種はないが、祖先的な形質を保持しているため生物学者からは注目を集めている。大きな腹板と、その中に列をなした小球板を持つ。外皮からは小結節と呼ばれる突起が突き出ている。妖精は、専毛の葉へタブチを持つが、 その数は種によって異なる。マルティカタヨールパーバジーは全部に4個、後部に6個。コットラガスターオキデンタリスは全部に8個、後部に6個。アスポダガスターコンキーコラローボタストママンテリ、ルゴガスターハイドララギーなどは線毛を書く。ほとんどの変形動物のように炎細胞を持つ。2つの排泄脳の細胞が59番の前方背面に位置し、 三つの炎細胞と弁のある管でつながっている。尿は管にある線毛で排出される。自由生活も行うため、非常に複雑な神経系と多種、多数の感覚受容器を持つ。体表面には、感情の神経と、それに直行して前後に走る神経がある。脳は体前部の背面に位置し、その上に単眼が,が付属している。脳から出た太い神経束は、 陰頭消化管を経由指向部の吸盤まで走っている。感覚受容器は体全体に見られるが、覆面、全管、ご吸盤に多い。電子顕微鏡での観察では13種の受容体が確認されている。軟体動物と通生、または変性的に脊椎動物に寄生する。死有動体である。生活感は二アズナよりも単純で、 幼生は一回の変態で生態となる。ほとんどの種で宿主得意性は低い。これは二世アズナの種がごく限られた宿主を持つのと対照的である。例えばスッポダガスターコンキーコラは淡水性二枚貝だけでなく巻貝、魚、亀にも寄生できる。いくつかの種では生活感が解明されている。ローボタストママンテリは 脊椎動物を宿主に必要とする例で、グレートバリアリーフでは、マルコバンの象徴から生態が見つかっている。卵は、魚の糞と共に排出され、巻き貝に食べられてそのいで孵化する。妖精は体内を移動しながら成長し、清掃、卵巣を形成して、亜生体となる。二世アズナは、培養液中で増やすことはできるが、水中ではすぐに死ぬ。だが、 縦球中は数日数週間もの間、単純な生理食塩水中で生きることができる。例えば、生態の A コンキーコラは、淡水中で2週間、塩類溶液中では5週間生存した。魚から分離されたエルマンテリは、薄めた、海水中で13日生存し産卵したが、この卵は正常に発生した。これは、 縦球中が特定の宿主に適応していないことを意味し、より複雑な生活感を持つ二世アズナはこの群から進化してきたことが推測される。宿主の観点からも同じようなことが言える。縦球中の宿主には約4億5千万年前に出現した軟骨魚類が多いが、これは二世アズナが主に2億1千万年前頃から多様化した。 甲骨魚類に寄生するのと対照的である。吸中砂の共有派生形質として、ラウレル艦、呼吸板の存在、宿主が軟体動物と脊椎動物であることが挙げられ、分子系統からもこれは指示されている。軟体動物、脊椎動物のどちらが元々の宿主だったのかは明らかでない。4課が認められている。アスッポデガストリデイのみを含むアスッポデガストリだ。 スティコカータリデイ・マルティカリシデイ・ラガガストリデイを含む、スティコカートリダの2つの目に分けられることもある。ありがとうございます。